こんにちは、波乗り三昧です、今ですね、七北川の河川敷を自転車で走っていたんですが、桜並木があるんですけど、そこのですね、桜が咲いていたのでびっくりしてしまい、思わず、動画撮っていました。狂い咲きっていうんですかね、天気が今年はおかしいんで、こんな時期に桜が咲いてしまったのかもしれないんですけど、なんか気持ち悪いですよね。ちょっと皆様にお知らせしたかったんで動画で撮ってみました。ご視聴ありがとうございます。